なんでハッチャー死んでんねん。え、ハッチャー死んどるやん。水ピカで1ターン目にパン君の弁当見てたんよ。これ次の投票になったらさ、誰かわかんないっつってさ、パン君に入れるわ。そうだ、そうしよう、そうしよう、そうしよう。うん、普通押さない、そう、普通押さないけどな。なんで最初トロノセさん右下押してたんだ。隠し違反か。すごい。かもな。調査、パークさんが最後いる、2人いる、2人いる。俺がいるって。え、パーク2人いるやん。はっ、え、まあ、はっちゃじゃなかった、はっちゃんだ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 った、いた、はっちゃんだった、今、パンクに変更してる、編集者、たぶん、はっちゃん、はっちゃん。マザインゴ？あ、はっちゃん死んでる？はっちゃん、なんで、はっちゃん死んでんねん。え、はっちゃん死んどるやん。全然ちゃうやんけ。え？全然ちゃうやんけ。全然ちゃうやん。こんなにみんなここにいることある？ごめん、最後、最終死にあるのって、弾いてもらいたいんですけど、多分私がハッチャン死んでるってバイタル見て戻ってエレキに人いっぱいいましたよね。うん。はいはい。全員もう全員いたんじゃねって。ほぼ全員。僕バイタル前いる。僕バイタル見てた。サントスいない、サントスいない。ずっと一人ぼっち。俺もいない。カピも全然いないでしょ。ショボパンピカネロやと思う。うん。ショボパンピカネロ。あ、トロロ。あ、そうなんだ。最後すれ違ってるバイタルからいけないんだけど、エレックからメインに上がったところにハッチャンのお肉とその横に満足げに立つパンクーンで、多分パンクーンはモーフィング、はいはい、直前エレキですれ違ってるから、うん、いやもう直前エレキですれ違ってますね、僕も。そう偽パンクーン、みんなでわちゃわちゃなってました、はい、あ、じゃあもうちょっとであれだったら待つべきだったか。あ、じゃあ俺白いと思ってほしい。自分から弾ける。最後その5人ぐらいとすれ違ったからバイタルから。多分どこで弾ける。嘘でしょ。俺もバイタルからハッチャン死んでるって言いながらエレクトリカルまで入ってるのを5人ぐらいとすれ違った。ああ、見た。あ、よかったな。カキさんってどこにいるの？あ、僕宿舎前は来て、で金庫で降りて、今コックピットいます。怪しい、誰と待ってない、誰と待ってない、誰と待ってないけど、怪しいな。動いてなさすぎる気がしたんだけど、この時間軸に対して。いやでも金庫のタスク全部あったし、いやこれは牡蠣だな。ガチだな。え、動いてなさすぎて、めちゃくちゃ俺とサントさん、ピカさん、俺とサントさん、ピカさんいなかった？いたなんだ、その時に牡蠣さんいた？いや見てない気がする。オスワキだったんで。いやすごい、どんどん言い訳してくる。いやでもサントさんに関してはもうタスクやってから宿舎まで行ってるから。そう。金庫入るやったらそれもうさよならあんた。終わりだよ。終わりだ。ドゥ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 。殺しちゃおっかな。マリアの人。あ、やばい、伊豆だ。あぶね、なに？セブさん、いや、もう、実はインポスター知ってて、うん。水ピカで1ターン目に、パン君の弁当見てたんよ。乗った。おー、はい。シエネさんも、シエネさんも、サントさんも、これ大事、大事。こっち、はい。1ターン目に水ピカで、実はもうパン君の弁当見てて、うん。あら。黙っとくよって言ったけど、多分、カキさんに連れたっぽいじゃないですか。はい、はい。なんで、パン君以外全員にパン君がインポスターで情報を今から言ってもらおうと思ってて。はい、いいよ。あー、なるほど。ネロちゃんからさっき聞いた。うん、そう、イズピカネロで、ここ、サンドスチョボスケも知ってるから、トロノスケさんと影丸さんに言ったら OK です。OK。これ次の投票になったらさ、誰かわかんないって言ってさ、パン君に入れるわ。そうだ、そうしよう。突如ドッキリが始まっていく。ありがとうございます。ん？誰だよ。聞いた。あと多分。あれ？あ、やっぱりサンドさんじゃなかったんだ。セキュリティで。うん。セキュ。サンドさんが死んでました。あ、じゃあ結構前に撮ってるわ。シウネさんが一緒に石油の下でアップロードダウンロードしてたサントスさんに、先生お腹空いてないですか、アンパン食べますかって言われて、あんこ食べれないんですって言った。
あ、生クリーム派なんですか。12秒前、12秒前に死んでます。クリーム派です。あ、そうなんです。カスタードクリーム派。12秒前。うん、バイタル12秒前。貨物から僕は嘘ついてる。12秒前です。じゃあパン君最後どこいんの。パン君バイタル、バイタル見たままです。あ、パン君バイタルね、うん、アドミ見てて、アドミ見てて最後の通報直前に、うん、ブキコイちゃったら影丸さんですけど、ね、多分。うん。最後ブキコイチ、ブキコで、あの、うん、その最後の最後は近くに一緒に行って、で、メインホールかエンジンについてたかな、確か。最後の最後で。あ、それはね、エンジンで。あ、てか僕多分ね、シェイプシフター見てるんですよね、なんか。エンジン、あ、俺も見てるね。そう、キッチンから上に上がってくシェイプシフターがいたかな。あと電気に一人いた気がする。あー、いたかも。私結構怪しい位置になっちゃうかもしれない。そう、だからシグネさんが変身してる可能性があるかなって、うん、怪しい。他白を取れる人います、このターンとかで。あ、でもちょっと私がね、多分ね、容疑者ってもう一つだと思う。その前にね、私セキュリティ通ってから、あ、うん、結構ね、怪しい位置にはなる。うん、そう。あ、そうか、ね、まあ、自分から解いて俺と合流だったらまあ納得かな。あれ、ネロちゃんは今回、ネロちゃんは、俺は無理ですね、できないんだ。自分から、ネロちゃんは、ネロちゃんは俺が弾ける。あ、じゃあイズネロではない。あ、そうなんだ。割とバイタル情報から詰めてほしいなと思ってるから、まあ、パン君とか、あとトロノスケさんがアドミン情報持ってるから、うん、そうね、うん、じゃあ、まあ、パン君してもらった方がいいかな。トロノスケさんを白置きしてやってくって感じですか。うん、うん、うん、ちなみにミーティングとピカプリさんなのかな。誰ですけど、うん、じゃあ、あ、ピカチュウ、ピカシウネショボスケの中に一人いるって感じで詰めていくしかないんじゃない。うん、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 あ、でもバイタル情報的に直近セルフはないんでしょ。はい、はい、でショボスケさんならどう。まあ僕の場合はなんかよくわかんない発見の仕方してる。え、じゃあ、パン君とトロノスケさん的にはタスク進行でいきたいという感じ。まあ、カキさんの一人が落ちてるんだったらタスク進行が丸いのかなとは思いますけど、タスク進行は。あ、まあ、じゃあ、まあ、周年、まあ、するんだ、面白くするんだったら、まあ、まあ、好きな人に入れてください。いや、周年さんじゃないでもするなら一番黒いから、まあ、うん、そしたら、まあ、じゃあピカクロスさんかな。スキップピカクロスさん、周年さんで、うん、相方同士になった。どこでバレた。あれ、相方同士になった。カメラか。いや、あのね、違う違う、かきさん説明してあげてよ。あの、俺が初手切るの前にパン君にモーフィングして、シカさんとイズさんの前でベントに入って、え、冤罪だ、冤罪だったの、あの弁当。そんなマグレか、マグレじゃん。えぐいって、確かに。えぐいって、え、ちょっと、あの、パン君、全部書きが悪いじゃん、全部書きが悪い。マジでごめん、全部書き、マジでごめん、パン君、頭いかれてるから。マジでごめん、パン君、ごめん、嘘だろ、バケモンすぎや。マジやばすぎ。え、やば、え、全部パン君からしたら、なんで超えてんじゃん。6票入ったら意味わからんってことやもんね。究極のライン切り。